すっごい胸、ね、クそ悪いニュースなんですけど、えー、犬、猫、ヤギが落とし物として、まあ、警察に届け出されたのが、えー、令和に入って4年間で10万匹を超えていることが分かったえ都、ー、空物とは別に一時預かりとして扱った動物も、えー、同期間約9万匹ってことで要はコロナ禍入って動物を飼う人がとても増えた反面捨てる人も増えたってもう何なんだこれあって。 人間どもはさ、この動物に対してさ、もうエゴとして接してるね、もちろんそうじゃない人もいるけど、あまりにもこの身勝手な人間どもが多くて、ムカつくよね。あの、歌舞伎町とか歩いてるとさ、まあわかると思うんだけどさ、露骨にね、高級ワンちゃん、猫ちゃんが売ってるわけよ。いかにもキャバ嬢とかがさ、これ買って買ってっ、つって。でさ、なんかインスタとかに載せたいから買うわけじゃん。でも結局、ね、あのキャバ嬢どもがさ、 最後まで買うわけねえじゃん。キラキラしてる時期だっけさ、可愛がってさ、ね、しおりてきたらさ、どうせ捨てちゃうんだろう。あと、イオンとかでもさ、まあ、でっかいように行くとさ、絶対売ってるよね、動物、可愛いの。あれとかもまあ、ね、ファミリーでさ、パパこれ買ってとか言って買っちゃうんだけど、結局さ、ノリで買ってね、育てられなくて、手放しちゃったりとか、舐めてるよね。だから、動物、 のさ、その、いいとこ取りしすぎなんだよね。だから、要はさ、まあ、一般の人から見てさ、まあ、若い子だったらキャパ長とかホストってなんか,かっこよくてキラキラしてんじゃん。でも、あれにはすごいさ、あの、苦労があるわけでさ、そっちにさ目がいかなくてね、いいとこだけ見てさ、あの、じゃあホストとかキャパクラ飛び込んでみんな結局儲けなんないわけじゃん。と一緒でさ、エルネもね、この、クソとね、尿のさ、始末とかいろいろして大変なこともあるわけよ。 がってのこの、かわいいね、にゃんちゃん、にゃんにゃんってできるわけでさ、そのね、光と鍵があって、その鍵をさ、受け入れる覚悟がないやつがさ、4年間でさ、10万人以上いるんだよ、人間どもが。何なんだ、これはってね。これは本当にね、あの、よくねえよ。義務教育、幼稚園、あの、親、まあ、親もバカだからね、最近の親は。もっとね、しっかりしようぜって話ですよ。 ペナルティーつけたらいいよね。でも保健所はね、この受け入れちゃうんだよね。いらねえっつったら。とか、あとまあ、どうしてもさ、そのお年寄りとかでね、買えなくなっちゃう場合もあるじゃん。ってなったら、保険じゃ受け入れるしかないから、ね、その買えなくなってしまう、その、これはありでなしっていう線引きもね、なかなか難しいしね。って思うと、この人間にね、振り回されて、もう今ってさ、みんな金集めてしょうがないからさ、このブリーダーとかもね、バンバン絵付けとかしてさ、種付けか、種付けして、 なんか、こんなことがあっていいのかってね。ちなみに俺はペット一切飼ったことないわけよ。だからそこまで責任持てないって分かってるから、飼わないわけですよ。それが、あの、僕の中でのペット愛ですよ。どうも、ありがとうございました。